チャオ、あっちゃんです。今日は1月5日までの誕生日占い、やっていきましょう。1月5日生まれのあなたは実力と想像力でどんな障害も克服が特徴ということでね、この日生まれた人はカリスマ性があり、誠実で価値ある目標や目的意識を持った時にとりわけ熱心に取り組みます。地道で実力のあるあなたは困難に直面した時、大きな犠牲を払ってでもそれを乗り越えるだけの素晴らしい忍耐力を発揮します。並外れた潜在能力を持っていますが、両極端な面もあり、とても博識で公平な反面、真面目すぎて落ち込みやすいところもあります。と、支配性であるお牛だから影響を受け、愛嬌があり想像力が優れています。人付き合いがとっても上手なので、周りの人とすぐ親しくなることができます。人生の良い面を楽しもうとするあなたは、贅沢な環境の中に身を置くことが好き。肩にはまるのが嫌いで、外見を意識しているので、身だしなみに気を使い、独自の着こなしをします。組織をまとめる能力に優れ、プラス思考や時に具体的な行動計画のあるときは、さらに良い仕事をします。一攫千金や狙った怪しげな計画には関わらないこと。冒険や旅行が大好きなあなたは、生まれた国を離れ外国に定住するかもしれません。16歳を過ぎ、太陽が水瓶座に移動すると、主体的になって伝統に縛られにくくなり、自己表現の欲求が高まります。友情、グループ活動、人道的問題といったところがあなたの生活にとって重要な要素になってくるでしょう。次の天気は太陽が魚座に入る46歳の時。これを契機に、感受性は高まり、さらに重視するようになります。想像力が豊かになって人の気持ちを思いやれるようになります。ってことで、1月5日生まれの、隠された秘密。あなたの中には途方もなく大きな感情のパワーと強い方向感覚を結びつけることができれば、美術、娯楽、政治、宗教などの分野で第一人者になることができます。すごいね、競争になる素質があるよね。頑固な性格も前向きな方向に集中させることができれば、驚くべき偉業を成し遂げ、非常に深い思いやりを持つことができます。しかし、否定的なことばかり考えていると独裁的で冷酷になり、フラストレーションがたまって落胆することが多くなります。冷淡になるのではなく、本当の意味で何者にもとらわれない知恵を身につけたとき、それはずっと先のことになるかもしれませんが、計り知れないほどの大きな精神力と自由を手に入れ、もっと、深遠な知識を求めるようになります。調和を愛するあなたは平和を求めるようになります。鋭い感受性と、日常の枠を超えたいという願望を持っているので、光、色、形に関する研ぎ澄まされた感覚を持っており、これを、美術、音楽、宗教などの活動で発揮するといいでしょう。人に対する責任感がとても強いあなたは、本当に知識や理想の世界を追い求めるでしょうっていうことでね、すごいね。で、1月5日生まれのあなたに適した職業、気さくで寛大でありながら野心的な仕事に熱心なので、協力的で働きやすい職場の人間関係を望んでいます。人を相手するのが得意なので、仲介や管理職、代理人などの仕事がで優れた能力を発揮します。あなたは人々の夢を理解し望んでいるものを感じることができます。ビジネスでの成功を求めていますが、あなたの本当の才能は教育や宗教を通じ、人に奉仕するような仕事で発揮されます。執筆、演劇、音楽の才能にも恵まれているので、力強い感性を表現する場として必要としています。夏目漱石もね、1月5日生まれのはずやねん。だからね、
やっぱり執筆とかね、合ってるよね。やっぱ合ってる職業でこう開花した人っていう感じやね。はい、1月5日生まれの恋愛、あなたは人を引きつける魅力があるので誰とでも友達になれます。また激しく情熱的に愛を表現します。自由を求め、時には風変わりな人間関係に巻き込まれるあなたは、友情やもっと広い博愛主義者との付き合いを大切にします。この日生まれの男性は強い女性に惹かれます。人との交流はあなたにとって重要ですが、パートナーやその他の人に依存しすぎないように。愛情ある人間関係を必要としますが、それとは別に知的な人に魅力を感じます。一旦完璧な恋人が見つかれば忠実な愛を注ぎますっていうことですね。で、長所、多彩である、融通が利く、進歩的である、人を引きつける魅力がある、大胆である、自由を愛する、機転が利く、好奇心が強い、社交的である、などめいている。短所は当てにはならない、グズグズしている、一貫性がない、自信過剰である、変化を望まない。これね、短所っていうのは、短所を長所に変える方法があって、短所っていうのは裏返したら長所になるんよね。そうやって考えると、自分の性格、こういうね、占いを見てると、あ、自分の性格でこうなんだなっていうのが分かると、やっぱりね、それをうまくこう生かす方法ってあるねんけど、それを生かして生きるとね、かなりいい方向に行くと思うんだよね。だからこういう占いで自分の性格を知るってすごい大事やねんね。分かっててもね、なかなか自分で理解できへんけど、自分の長所を受け入れるってすごい大事なことやったと思うよね。では1月5日生まれの有名人は宮崎駿、あーせね、こういう独創的な視点ね、はい、夏目漱石、哲学者の三木清、ダイアン・キートン女優さん、渡辺恵里子、桜井敦子、はじめ千歳、矢上純子、高田真由子、小池徹平が、1月5日の誕生日の人、有名人ってことでね。まあ、ね、やっぱりね、こういうね、独創的なね、カリスマ性があってね、誠実で価値ある目標を認識持って熱心に取り組めるっていうのはね、やっぱりそういう、なんていうかな、芸術肌があるんやと思うね。さ、執筆したりとかね、そういうことにすごい、長けてると思うんで、そういうお仕事に就くっていうのがいいんじゃないのかなと思います。はい、ということで、やっぱり得意分野を生かしていくっていうのがいいんでね、ぜひぜひ得意分野生かしてください。ということで、今日の1月5日生まれさんの誕生日占い、良かったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、明日お会いしましょう。